おはようございます出席議員62名でありますこれより会議を開きますこれより日程に入ります日程第1県第1号議案令和2年度広島県一般会計予算から日程第55法第3号損害賠償額の決定についてまでの各案を 一括上提議題といたします昨日に引き続いて質問を行います砂原和則君 皆様おはようございます,います自由民主党広島県議会講師会翼の砂原勝則でございます会派を代表して質問させていただきます私が県議会議員になったのは藤田雄山県知事が2期目に就任された時でした当時最年少知事と言われ県政の舵取りを皆が期待していましたしかし現状は厳しく 広島県は教育問題の嵐が吹き荒れ、対応に宿泊されておられました。当時、卒業式等で国旗国歌が適正に実施されていなかったことから、平成10年の卒業式において、現場を厳しくチェックしようと、全自民党議員が手分けして参加いたしました。私も地域の高等学校の卒業式に参加しました。来賓席もなく 席席の最前列に席を取っていただき国旗はどのような形で掲揚されているのか国家は斉唱されるのかとうとうチェックシート片手に参加しましたこんな惨状が本当にあるんだサラリーマン生活から議員になって見たことのない光景でしたこのことは私の議員生活の原点となっています議員が一つになって知事や 行政当局とぜぜひひで、県政運営に携わっていくことの大切さを実感したのでありました。話は戻りますが、この頃から広島県の財政は少しずつ悪化していったように思います。当時、旧広島大学跡地に県立のがんセンターを設置するという構想、県庁舎建て替え構想、この構想では基金条例を設置し、5年間で約150億円を積み上げましたが、 この時点で断念されました、また広島空港軌道系アクセス構想もありました。当初は日本でほとんど前例のないリニア鉄道構想でしたが、コストの面からこれを断念し、鉄道構想に切り替えましたが、これも一時休止となりました。そしてエルミタージュ美術館、文化設置構想もありました。これらはすべて財政逼迫のためなどにより断念したのであります。 確かにこの当時は知事、執行部、そして議会も大幅に給与カットを行い、県庁舎のスリム化や公共事業の削減等を行い、財政再建に取り組んでいたため、仕方なかったのかもしれません。ワクワクするような夢のようなビッグプロジェクトに期待していた私としては、残念な一時代だったと思います。広島県はこれからどこに向かっていくのだろうかと思っていたときに、 瀬戸内海の道1兆円構想の見旗のもと、湯崎県政が誕生したのでした。これで広島県が大,大きく変革していくのではないかと期待しながら、新年度予算特別委員会で質問したことを今でも懐かしく思います。答弁を聞きながら、一体知事は広島の未来像をどのように描いておられるのか、私にはよく分かりませんでした。あれから10年が経ちました。官民ファンンドイノベーション クラスター形成事業、イクボス、ネウボラ、サンドボックス、デジタルトランスフォーメーション等々、新しいカタカナ言葉を多く学びましたが、一体、広島県はどのように変化していったのでしょうか、また、個人の主観に入り込んで、具現化をどうするのだろうかと、首をかしげたくなる欲張りなライフスタイルの実現、どれを聞いても具体的に何がどう変わっていくのか、広島県の未来像をイメージできないのであります。 先日、国が公表した住民基表台帳人口移動報告では、本県が日本一転出超過が多いことが表面化しました。知事は数字の捉え方がおかしいと言われていましたが、全県同条件で比較しているので、数勢は間違いないでしょう。また、先輩の記者会見において、東京圏への一極集中の解消について、国としてしっかりと取り組んでほしいと述べられておられましたが、 逆に考えると、晩酌尽きたと言っておられることにならないでしょうか。平成22年、湯崎知事が策定された広島未来チャレンジビジョンにおいて、人口問題は最重要課題と位置づけられていましたが、間違いなく人口減少は進展しているのであります。ご存知のとおり、人口減少は労働人口の減少を招きます。労働人口の減少は生産性の低下を招きます。 と同時に需要の減少も招くわけで、需要の減少は今度はさらなる供給の低下を招き、生産性の低下も招いていきます。マイナスのスパイラルが起こってしまうのです。新たな未来チャレンジビジョンは、こういったことを考慮した上で、次の10年に向けて、広島県の目指す姿と、それを実現するための施策を織り込んでいかれると思います。本日の質問は、人口問題を切り口に、 未来チャレンジビジョンの策定について質問してまいりたいと思います。まず最初の質問は、定住促進のための産業集積の在り方について、4点お伺いします。人口増加、あるいは維持していくためには、定住促進と交流人口の増加が必要であります。そして安定的に定住人口を確保するためには、まずは雇用の場の確保が必要となります。現在の広島県の産業構造は、 昭和26年に就任された大原県知事による生産権構想によって形付けられました。県民所得が国民所得の78%しかなかった広島県の産業構造を活性化するため、第一次生産権構想に基づき、農林水産業の振興、商工業の振興、交通網の整備強化、地産地水の確立の4つを重点とする産業振興を進めたほか、旧海軍施設へ企業誘致などに 取り組むことにより7年間で一人当たり県民所得が全国水準まで引き上げることを実現させました <coughs> 第二次生産権構想では戦前軍事,軍事産業で活気づいていた広島県を再びものづくり県として発展させていくため臨海にある軍事産業跡地へ重工長大型産業を配置し日本鋼管兼 JFE スチールを福山市に誘致するなど 現在のの広島県が形成されたのでありますしかし、その後、時代の流れとともに、重工長大からどう産業構造の変革を行うかは考えていなかったためか、現在の社会情勢に取り残され、さまざまな問題が広島県において巻き起こっています。そこで1点目の質問は、基幹産業の活性化についてお聞きします。転出超過に追い打ちをかけるように、先日、日本製,製,製鉄が、 日鉄日新成功の呉製鉄所を閉鎖すると発表しました。2期の航路を未来,のあ来年の9月末をめどに休止するとされています。呉製鉄所は地域経済にとって大きな存在であり、呉市はもちろん県にとって非常に大きな問題であります。従業員は960人、関係協力企業を合わせると3300人と言われており、地域経済は大打撃を受けることは間違いありません。 従業員の方は配置替えにより、継続雇用となるかもしれませんが、転居を余儀なくされ、関係協力企業の方は仕事を失うことになってしまいます。呉市の人口は22万人余り、そのうち先ほどの直接の関係者だけでも、家族の方を含めると大体1万人、人口の4%ぐらいであり、その上、取引先の企業や、関わりのあるサービス産業も多くあり、 暮れに呉市にとって将来を見通すことができなくなるほど、極めて深刻な影響が出るのではないかと危惧しております。昨日の知事答弁でも言及されていましたが、県でも緊急対策本部を立ち上げ、雇用の確保を当然のこととして、さまざまな支援について検討されていると思いますが、地元にしっかりと寄り添い、引き続き全力で対策を講じていただくよう、強く要望いたします。近年、中国の台頭など、国際的な環境変化により、 ものづくり圏である本県の企業は非常に厳しい競争を強いられています。現在、広島市内にある大手製造業の工場等も事業を縮小する傾向が見受けられます。広島県の基幹産業について十分調査し、対応していく必要があるのではないでしょうか。世界経済の影響に大きく左右される地元自動車産業においても、国内、広島での生産体制だけでなく、 海外へ生産工場をシフトしていき、それに伴い、協力会社も国外に転出する傾向があり、これも広島県の産業構造に大きく変化をもたらしてしまうのではないでしょうか。また、水道や道路ネットワークといったインフラの不備は、工場撤退などを検討する場合、撤退の動機づけになるとの話も聞いていますので、そこにも目を向ける必要があるのではないでしょうか。そこで県は、地域経済を支える基幹産業が抱えている課題等を、 どのような方向で把握しておられるのか伺いますまたその課題に対してどのように対応されているのかお伺いします私は今回の日鉄日清製工呉製鉄所の事例も踏まえ二度と同じことを繰り返さないようにしなければならないと思いますが県の決意を伺いますまた県経済に大きな影響がある基幹産業を支援し活性化を図り 県外や海外へ転出しないような施策が必要だと考えますが、そうしたことを含めて、今後どのように取り組んでいこうとされているのか、知事のご所見を伺います。2点目の質問は、ものづくり産業の育成についてお聞きします。県では未来チャレンジビジョンにおいて、将来、市場の拡大などが見込まれる成長産業に、医療関連産業、環境浄化産業等を挙げ、育成支援が必要なものと位置づけています。 その他にも航空機産業分野への参入拡大や、完成工学を活用したものづくりの活用に、活性化に取り組んでおられますが、なかなか成果が上がっていないと思います。現在行っている各分野に対する施策に課題があるのではないでしょうか。例えば航空機産業分野への参入拡大について、その事業内容を見ると、広島航空機産業振興協議会の運営費として支出しており、その協議会を通じて、 航空機の部品をを作っってていいるる企業等に支援を行っているようです部品だけでなく、航空機のすべてを作り出す企業群を生み出す支援にはまだまだ至っていません。同様に他の事業を見ても、毎年ほぼ同じ金額の予算しかついておらず、施策の中身を見ると、各分野の各協議会等へ交付金を渡すというようなものであり、またそれも多岐にまたがっており、そのうちどれか一つでも、 うまくいいいってて起業されればよいと考えものづくり企業が積極的に広島県へ拠点を構えるような道義づけに至っていないのではないでしょうか。そこで先ほど指摘した未来チャレンジビジョンを踏まえたものづくり産業の育成のこれまでの取り組みをどのように分析し、課題をどのように捉えておられるのか伺います。ままたそれらの課題を踏まええり産業が芽生え 定着し、広島県に行けば、その事業が完遂する自動車産業のような体制づくりを進め,て進めるべきと考えますが、今後、どのようにものづくり産業の育成を進めていかれるのか、知事のご所見を伺います。3点目は定住人口の促進に向けた農業政策について伺います。大原知事の生産権構想は、農業分野においても同様に、消費権から生産権を目指すと定め、進められてきましたが、 未だにに立ちしているように見えません逆に広島県は中四国最大の食料消費圏であり、それが広島県の強みといい、消費権であることを自慢しているように見えます。また、変化に富んだ自然や標高差を利用して、多様な作物が栽培できるとともに、産地間の連携による周年供給が可能と言っておられますが、実態はどうでしょうか。農業政策の中身を見ると 毎年、多額の補助金が投入され、さまざまな政策も施しているのでしょうが、決して独り立ちし,しているとは言えません。それどころか、県内の農業形態の数は高齢化、人口流出と相まって、この10年間で約3分の2まで減少しているとお聞きしています。者者も軽症者も減ってていいいるとと聞まいいます。また、県では農業業のの6次産業化化、か、ブランド化流通経路の解体、 開拓と言われていますが一部の成功者はおられるものの中山間地域の活性化につながる事業者は増えているのでしょうか県は農業を魅力ある職業にしていくため年間農業所得500万円以上を確保し都市部で働くサラリーマンの所得との格差を感じさせないようにすることを目標に取り組んでこられましたが達成できているのはごく一部にとどまっているようです 多くの若者が農業を職業として志し、中山間地域に定着をして、県内へ農産物を安定的に供給していけるようにしなければ、本県農業の持続的な発展や、中山間地域の活性化、そして人口の定住促進にはつながらないと考えます。そのための取り組みがこの10年には欠けていたのではないでしょうか。そこでこのことについて、どのように認識し、 課題をどのように捉えておられるのか、またその課題を踏まえて、今後どのように取り組んでいかれるのか、知事のご所見を伺います。<laughs> 4点目は第3次産業の活性化についてお聞きします。広島県の産業構造は製造業、つまり第二次産業がその中心に存在していることは間違いありません。第3次産業は裾そ野が広く、広島県においても就業人口は約70%を占めていますが、 全国順位を見ると下位になっています広島県では特に情報通信業宿泊業、飲食サービス業、金融保険業等への従事者が全国平均を下回っているようですまた別の指標で見ると殺戦広告比較において北海道や福岡県の県内総採算に占める第三次産業の額は北海道14.7兆円 福岡県15兆円に対して、広島県は7.8兆円と約半分なのであります。サービス産業等は製造業等より参入が比較的容易であるはずであり、交流人口を受け入れるためにも必要不可欠の産業であるはずであります。定住人口と交流人口の両方の受け皿となりうる、このサービス産業のウェイトがなぜこんなにも北海道や福岡県と違っているのでしょうか。 そこで、県内総生産における第三次産業の規模が、北海道と福岡県に比べて半分、上とも小さいことについて、どのように分析し、評価しているのか、お伺いします。また、将来を見据えて、定住・交流両面における人口増加を図るためには、県としてサービス産業の集積を図っていくことが求められていると考えますが、第三次産業の活性化について、どのように考えておられるのか、伺います。 加えて、第三次産業の活性化にあたっては、幅広いサービス産業の中で、どの分野に視点を当て、強化を図っていこうと考えているのか、併せて知事のご所見をお伺いします。質問の第2は、交流人口の増加施策について伺います。地域のにぎわいは、単に定住人口によってのみ維持されているものではありません。観光などによる交流人口も、地域需要の重要な源泉となっています。 そして定住人口と交流人口は、それらが重なることで、地域のにぎわいとともに、所得と文化を生み出すことになります。その交流人口を創出する柱の施策が観光施策となり、本県においても特に力を入れて推進していますが、十分に広島の魅力が生かされていないと感じます。そこで3点お伺いします。まず1点目は広島県、広島県観光のブラッシュアップについてであります。 本県の観光の特徴として、来航者の宿泊日数の短さがよく言われます。世界遺産である宮島と平和記念公園には、国内・海外から多くの来訪者があります。また、呉の大和ミュージアムも年間100万人の観光客を受け入れており、年間10万人で成功と言われる地方の歴史博物館としては異例の来館者数であると聞いています。 しかし、これら3地域の観光を得ると、広島を後にするという声を聞きます。日本のエーゲ海と言われた瀬戸内海の多頭尾や三段橋、大浅橋といった自然の美しさを多く掲げている広島県にもかかわらず、現状は平均宿泊日数1.25日で、全国28位と残念な状況です。三段橋はフランス人観光客が多く訪れると聞いていますが、 先ほどの3地域に比べると、まだまだ来訪者数のインパクトはありません。しかし、三段峡はアクセスの改善や遊歩道の再整備、トイレの改修等により、ブラッシュアップしていけば、もっと多くの方が訪れるようになるのではないでしょうか。これまでの観光振興の取り組みは、惜しいや泣けるなど、どちらかというとイメージ戦略が中心だったように見えますが、ソフト事業だけでなく、 観光地へのアクセス改善や観光資源の環境整備をより一層図るとともに、これまであまり来訪されていない観光地もハード整備を行い、魅力づくりを図り、スポットを当てていくべきと考えますが、知事のご所見を伺います。2点目は新たな観光推進体制における取り組みについてお聞きします。県では海外からの来訪者を増やすために、 さまざまな形の補助金を支出して、新たな航空路線の就航を誘致していますが,気がついていたら、気がついたら撤退していたり、社名が変わっていることが頻繁に起こっております。これは、その国からの来訪者のニーズに、広島県の観光地が合っていなかった、つまりミスマッチが続いているのではないでしょうか。海外からの来訪者が何を望み、それがあるのか、あるいは提供できるのか、 マーケティングリサーチをきちんと行っていく必要があると思いますが、そうしたことが十分に行われていないように思います。知事はこのたび、観光行政に新たな組織改正を行い、一般社団法人、広島県観光連盟との業務の共有等を考えておられるようですが、この際、スクラムを組んで、本県の観光振興がより一層図られる体制をしっかりと整備していくべきと考えますが、ご所見を伺います。 また、そうした体制の下、これまで観光連盟に上がっていた現場の声をしっかり拾い、来航される観光客に対してのマーケティングリサーチを徹底して行い、その調査にのっとって、少しでも長く広島に滞在し、観光消費を増やすような商品開発を行うべきと考えますが、知事のご所見を伺います。3点目は、平和を切り口とした入り込み観光客数の取り込みについてお聞きします。 県内にある世界遺産の一つである原爆ドームは、平和記念公園を計画した当時、撤去すべきという意見が大勢を占める中で、検討が進められておりました。145点の応募の中から、平和記,記念資料館、慰霊碑、原爆ドームが一直線に並ぶ丹下建造チーム案が採用されました。原爆の悲惨さを後世に伝えるため、原爆ドームを中心に、 平和記念公園を一体的にデザインしたものであり、今では世界遺産にも登録され、世界中から人が集まる場所となり、平和のシンボルであり、また本県に欠かすことができない観光のツールにもなっています。そうしたことを見ても、旧広島陸軍被服支相についてもさまざまな意見がありますが、何東を解体し、何東を残すといったことの方針を整理する前に、被爆の実相と平和の象徴についてなりうるか。 また、観光のツールになりうるか、世界遺産になる可能性といったことを含め、利活用についてしっかりと検討すべきなのであります。また、本県では国連機関の一つであるユニタール広島事務所を誘致しましたが、これまでも研修や国際会議等を開催し、諸外国からも多くの人々を招致していること,ところであり、観光振興や国際交流の面からも、その効果は大きなものとなっています。 ユニ,ユニタールが国際会議をもっと多く広島県で開催すれば、もっと多くの外国人が来訪するでしょう。平和は全世界の人々の願いであり、観光との親和性が非常に高いと感じております。そこで平和をを切,切り口ととしして広広島島の持つ歴史移行とユニタール広島事務所を活用した 国際平和活動を積極的に観光施策に取り込み、打ち出してはいかがかと思いますが、知事のご所見を伺います。質問の第3は、居住性の高い広島県づくりについて、3点お伺いします。まず1点目は軽度、県土強靭化対策についてであります。近年、本県ではたびたび災害に見舞われており、住む場所にも気をつけなければならない状況となっています。 県民の不安を払拭していくためには、災害復旧だけでなく、県土の強靭化にも全力で取り組む必要があり、またこうした取り組みはいずれ人口移動にも良い影響で返ってくるものだと思います。しかしながら、本県の公共事業費は、ピーク時であった平成8年に比べて、当初予算ベースで約3分の1まで激減させてきました。県土の強靭化は、走り続けなければ維持できないものであり、この間、 剣道は大きく脆弱化してしまったのではないでしょうか。平成30年7月豪雨災害以降、災害復旧を除く公共事業費は拡大させてきておりますが、失われた期間から見ると、わずかなものであります。現在の社会資本未来プランも来年度までの計画期間であり、新たな計画策定を進められているところだと思いますが、現行計画において、剣道の強靭化については、 文字が踊るばかりで具体的な数値目標がありません数値目標がないため進捗管理もされずひとたび災害があれば県土の強靭化に資する公共事業費は控えられいつまでたっても進まないことになっているのではないでしょうかそこで日本一土砂災害警戒区域を持つと言われ広島県に対する不安を払拭し安心して居住できるようにするためにも新たな社会資本未来プランでは 県の強靭化に関する客観的な数値目標を設定して、年度予算の投入額を明確に示し、計画的に強靭化にしっかりと取り組む必要があると考えますが、知事のご所見を伺います。2点目は、人流・物流のためのインフラ整備についてお聞きします。居住性の高さを感じる大きな要素として、人流・物流がスムーズであるということが求められます。県に物流のことを聞くと、 井桁上の高速道路ネットワークが形成されという言葉をよく聞きます確かに広域での移動に関しては改善したと感じていますが、その高速道路ネットワークと県内の拠点をつなぐ幹線道路ネットワークや、都市の中で県民が日常的に利用する道路について、スムーズだと言えるでしょうか、都市高速道路網の整備が進んでいる福岡と比べて大きく見劣りしています。 空港と都市や地域を結ぶ企業団地と都市との連携、または製品を運ぶために必要な幹線道路と高速ネットワークとの連携、道路が果たす役割というのは非常に大事であります。政令市である広島市には地下鉄がありません。整備を行おうとしても、莫大な資本投下が行わなければなりません。都市高速を充実させ、通過車両が市内から減れば、 現在ののの路面電車がささらににに活用されれるるようななり市内の流れもスムーズになるのですまた福山市でも決まった場所、時間で必ず渋滞する道路があり、そういった問題が何十年も改善されていない現状があります。都市高速や都市の幹線道路の整備が不十分なため、こうした状況になっているわけですが、残念ながら、こうしたことが広島が選ばれない理由になっているのではないでしょうか。 そこでこれからも道路ネットワークの整備を体系的に取り組む必要があるのではないかと考えますが、都市高速道路の延伸、環状化や、都市における幹線道路のネットワークについて、どのように認識し、今後の人流、物流をスムーズにするインフラ整備について、どう対応していこうとしているのか、知事のご所見を伺います。3点目は医療提供体制の充実についてお聞きします。急速な高齢化し 高齢化進展に向かい、伴い医療需要は急増すす。ることが見込ままれています人生100年時代と言われておりますが、今後も地域で安心して生活し続けるため、医療提供体制を充実させていくことは、多くの県民に強く求められています。県の未来チャレンジビジョンでもそうしたことは指摘され、効率的かつ質の高い地域完結型の医療提供体制を県内全域で構築することや、都市部の医療提供体制の効率化、 高度化を進めること、医師が不足する診療科の偏在を解消することなどについて、取り組むとされていますが、その結果、実現に向けてメドが立ったのでしょうか。成果目標に設定されている HM ネット参加施設数は6000施設の目標に対して749施設と全く伸びておりません。都市圏における医療機能の分化や連携は進んだのでしょうか。 医師の地域偏在についても、無医地区が全国で2番目に多いなど、医師数の増加が地域偏在解消にはつながっていないと、県自らが分析されている状況であります。また、多くの県民から期待されていたがん対策日本一の実現についても、高精度放射線治療センターを整備したものの、当初の計画から大きく下回る利用状況となっています。 こうしたことを見ると、本県の将来の医療供給体制に不安を感じてしまうわけですが、今後、本当にチャレンジビジョンに掲げる県内どこに住んでも安心できる医療サービスは受けることができるようになるのでしょうか。特に産婦人科と小児科の医師確保が課題ということでありますが、少子化の中で安心して子どもを産むこと、育てていくことに不安を感じさせてしまう環境は、 子どもを持ちたいという希望に水を差すことはもちろん、若い人たちが転出する動機づけにもなったりするのではないでしょうか。そこで未来チャレンジビジョンにおける医療分野の取り組みと成果、そして目指す姿から見た現状について、どのように受け止めておられるのか伺います。 また、現在、医療機関の再編統合が求められておりますが、どこに住んでいても安心して子どもを産み育てることができる環境の整備に向けて、産婦人科や小児科など、医師の確保や,確保や医療機関の設置や拡充等を少子化対策に位置づけ、抜本的な対策に取り組んではどうかと考えますが、知事のご所見を伺います。最後の質問は、人口問題についてであります。 <laughs> ここまで定住促進のための産業集積の在り方、交流人口の増加、巨人性の高い広島県づくりについて質問してきました。その理由は、転出超過日本一、そして今年の早いうちに広島県の人口が280万人を下回るという報道を見て、非常に危機感を覚えたからであります。そこで2点伺います。1点目は、出生率向上に向けた若者に対する支援についてであります。 少子化対策は広島県の最重要課題であり、克服すべきものと知事は述べられております。未来チャレンジビジョンにおいても、人口ビジョンに多くのページを割き、アピールしておられますが、違和感が払拭できません。県民希望出生率を実現するため、有配偶者率を向上させると言われても、具体的に人口が増えるのか減るのか、よくわからないのであります。近年 若者の結婚観が変わってきており、結婚して子どもを産み育てるといった家庭を持つ意欲が希薄である反面、社会に出て実自己実現を目指すという傾向にあると言われています。こうしたことから、若者の結婚に対する機運を醸成するといった事業を繰り返し行うことが重要であり、恋の輪の成果を踏まえながら、さらなる啓発に取り組む必要があると考えますが、 配偶者率を高めるためにどういった施策展開をしていくお考えなのか伺います一方で結婚する意思はあっても経済的理由から踏み込めないという若者もいると聞いております大学を卒業した時点で大きな借り入れがあり奨学金の返済に追われている中結婚して夫婦になっても返済めどがつくまで数年かかりその結果出生率が上がらないとのことです そこで、県がそういった若者に対し、婚姻や子どもの出生した場合に、返済補助を行うというのも、出生率の向上につながるのではないかと考えますが、ご所見を伺います。また、さまざまな要因で、結婚し、家庭をつくることをためらっている若者に対しても、その原因を把握し、積極的に支援していくことが、出生率の引き上げの一助となると考えますが、知事のご所見を伺います。 質問の最後は、若い世代の転出についてであります。広島県の大学進学者の実態調査を見ると、令和元年度に約1万4千人の進学者がいましたが、そのうちの約半分、7千人が他県へ流出しています。一方、他県から広島の大学に進学した人は約5800人となっています。他県へ流出した学生が、 全員広島に戻り、そして広島に流入してきた学生をそのまま留めることができれば、約2万人の若者が広島県に定住することになります。一方、広島県の有効求人倍率は1.93倍であり、雇用の機会は多くあるのに、なぜ大学を卒業すると転出してしまうのか、また U ターンしてこないのかが問題であります。 現在、チャレンジビジョンにおいて UIJ ターンに力を入れておられるのはよくわかりますが、十分効果が現れているとは言えません。また、知事は若者の起業や仕事のデジタル化を推進し、サンドボックス事業をはじめ、さまざまな施策展開をされております。しかしながら、こういった施策を行えば行うほど、若者はデジタル化が進んでいる都市部に進出したり、 都市部へ進学した若者が広島に帰ってこないのではないでしょうか。一方、広島県においては、災害現場や街中の中小企業の技術者不足は深刻な問題となっております。知事が進めるデジタル化とは異なる、今の暮らしを支える仕事の技術者育成が求められており、若者にそうした仕事の魅力を感じてもらえるような施策に取り組み、アピールすることで、 技術者を志し、定住する若者が増えたり、あるいは他県から来てもらうなど、貴重な技術者の UIJ ターンにもつなげる必要があるのではないでしょうか。漠然と UIJ ターンに取り組むのではなく、若者のニーズや地域のニーズを掘り起こしながらマッチングしていく必要があるのではないでしょうか。そこで若い世代がなぜ広島県にとどまらず、また戻ってこないのか、その理由等について、どのように認識されておられるのか。 また、これまでの若者の UIJ ターンに向けた取り組みの課題をどのように認識し、それらを踏まえ、今後どのように取り組まれるのか伺います。また、若い世代の転出超過について、次期チャレンジビジョンでは、どのような新たな対策を考えておられるのか、併せてご所見をお伺いします。さて、フランスにおいては、19世紀から出生率が低下し、 第一次世界大戦後に人口減少に直面しました。このため、1930年代から国家的な課題として少子化対策を講じ始めました。例えば、家族への直接的な現金給付として、扶養する子どものいる世帯への各種手当、乳幼児のいる世帯への手当、子どもの養育のために失われた所得を保障する手当と、 様々な制度を作り出しているようです女性の社会進出に対応して、保育サービスの充実や育児休業制度の導入、職業と家庭生活の両立支援も講じられています。また、多くの家族に対して、家族補足手当、足し手当も支給し、税制面でも1946年に子どもの数が 多くなるるほど優遇される家族助数制制度度という税制度も創設しておりますその他にも、保育経費の税額控除や、年金制度上の優遇措置、妊娠・出産に関する医療費給付などがあり、さまざまな対応により、フランスの合計特殊出生率は現在2%前後を維持しているのであります。 本来、こういったことは国が中心となって制度設計をしていくべきものとは考えますが、このフランスのようなさまざまな制度を参考にして、広島県独自の思い切った施策を展開してはいかがでしょうか少子化を喫緊の課題と位置づけるのであれば、未来チャレンジビジョンに織り込むべきと考えます。またた他県とのにに打ち勝つためにも こういった施策を独自のものを出していくということが必要なのではないでしょうか。真摯に検討されることを要望しておきます。最後に、今日の広島県の施策運営について、感じていることを申し上げます。PDCA サイクルを回すという言葉が、県庁内あちこちで聞きます。そもそも PDCA サイクルの考え方は、 生産技術における品質管理システムである ISO9001 等のマネジメントシステムを継続的に改善する手法であり、果たして県のすべての施策にマッチするものなのでしょうか日常業務をしっかり回しながらも新たな取り組みによって組織に良い変化をもたらそう,もたらそうと考えることは正しいと思いますが すべての施策を対象に考えることは難しいと思います。民間企業において、多くのリーダーが PDCA がうまく回っていないとつぶやかれるそうですが、それらは自分自身が携わっているすべての業務を PDCA の対象にしようとするためであると言われています。また、重要な業績評価指標 つまり KPI は成果を測定する指標ですが、県の事業において、成果目標とずれているものが多いのではないでしょうか。少子化対策の一環として行われている婚活事業などは、過去においては、その事業へエントリーした人数を指標にしていました。しかし、この事業は、有配偶者、つまり婚姻者がその事業で何組、 成立してその中の成立した夫婦の中で何人くらい子供さんが出生したのかそういったところを見るべきだったと思いますがなぜかエントリー人数だったわけですまた中山間地域対策事業に事業費があまりついていないという意見をよく聞きます県はしっかりつけているし成果も出ていると言われますが私は違うと思います 例えば地域活性化活動をするリーダー育成事業をするというものがありますが多くの場合その業界の著名人を招きしノウハウを指導するというものでありますそしてその成果目標はその事業への参加者の数であります本来はその地域リーダーがこの事業によって自立し そして、事業を実施する、そしてその事業が、実施した事業で、どれだけその地域に来訪者を迎え入れたか、そこを調査することで、初めてこのリーダー育成事業の成否が問われるのではないでしょうか、成果目標の考え方が違うため、地域の人々と県,地域の人々と,県との温度差につながっているのではないかと思います。 その他にも決算特別委員会で何度も指摘していますが、事業と KPI がずれているとしか思えないものが多々あるように感じます。すべての行政施策に PDCA、そして KPI を設定することで、県の職員の皆さんが何か自爆にとらわれているように思うのであります。新しいチャレンジビジョンでは、しっかりその事業とその事業の目的を把握し、適切に KPI を定め、PDCA を運用していただきたいと思います。 ご清聴ありがとうございました。当局の答弁を求めます。 知事湯崎英彦君まず、基幹産業の活性化についてお答え申し上げます。本県の基幹産業であるものづくり産業は、県内総生産の約3割を占めており、本県の経済が持続的に成長していくためには、 ものづくり産業の高度化や競争力の強化など、その活性化を図ることが極めて重要であると認識しております。こうした認識のもと、ものづくり産業の動向や各企業の課題を把握するため、広島自動車産学間連携推進会議などにおける意見交換や、業界団体や主要企業等への定期的なアンケート調査、業界に精通した専門家や有識者へのヒアリング、 各企業への訪問活動などにより、日頃から情報収集を行っているところでございます。こうして得た人材の育成確保や、急激に進む技術革新への対応などの企業ニーズや課題につきましては、その内容を分析し、広島サンドボックスによる多様な人材のネットワークの形成や、広島デジタルイノベーションセンターにおける実践的な人材育成プログラムの実施、 広島ものづくりデジタルイノベーション創出プログラムによるものづくりプロセスのデジタル化への取り組み、企業ニーズを踏まえた各種支援制度の不断の見直しなど、課題の解決に向けた取り組みを進めてきたところでございます。しかしながら、今後、ものづくり産業のさらなる活性化を図り、企業の県外等への転出を抑制するためには、急激に進むデジタル技術等の技術革新や、 人口減少、少子高齢化などの社会構造の変化にイノベーション力を発揮して対応していくことが重要であると考えております。そのため、基幹産業の競争力強化に努めるとともに、イノベーションエコシステムの構築や、産学・金管のより緊密な連携の推進、企業の投資促進に向けた企業立地促進,企業立地促進助成制度のさらなる充実など、 新産業の創出や企業誘致により、県内経済の活性化を図ってまいります。次に第三次産業の活性化についてでございます。本県と北海道及び福岡県を比較いたしますと、人口が両道県の広島県は6割に満たないという状況でございますが、製造業の県内総生産を見ると、北海道の1.8倍。 福岡県の1.2倍と、本県の方が規模が大きく、本県は相対的に第三次産業の比率が必然的に低くなっております。また、両道県の第三次産業の県内創生産額、これは絶対額でございますけれども、えー、議員ご指摘のように、まあ、本県の約2倍となっておりますが、 これは製造業が小さく、第三次産業が相対的に大きい産業構造と、人口が本県の約1.8倍であるということを反映したものと理解しております。このように、第三次産業の規模の違いにつきましては、人口規模および産業構造の違いによるものと考えております。 なお、従業者1人当たりの県内総生産額は、本県が840万円であるのに対し、北海道が782万円、福岡県が786万円となっており、本県の方が高い状況となっております。本県では、製造業をはじめとする第二次産業が相対的に優位性を持ち、 人物、資金、情報などの経営資源が製造業に集中的に配分される産業構造となっているということでございます。一方で、AI、IoT 等といった付加価値の高いデジタル産業の出現により、新しいデジタル技術がものづくりの付加価値を左右する状況となっており、今後は付加価値の高いデジタル産業の集積を強化していく必要があると考えております。 このため、業種業態を超えたイノベーションの創出の場として、デジタル技術の活用による課題解決にチャレンジする広島サンドボックスにおいて、様々なプレイヤーが競争で実証実験に取り組んでいるところでございます。この取り組みにより、広島サンドボックス推進協議会には、県内外の900社を超える企業等が参画するなど、デジタル産業の集積に向けた取り組みが進んでおります。 また、人材や機能に着目した新たな投資誘致も取り組んでおり、東京における企業誘致セミナーにおいても、IT 企業をメインターゲットとした内容の組み替えを行うなど、オフィス誘致に向けた取り組みを強化しております。この取り組みを開始した平成28年度からの4年間で、ベトナム最大手 IT 企業の日本法人をはじめ、15件の IT 企業誘致が実現しているところでございます。 これらデジタル産業の集積促進のほか、サービス産業の生産性を高めるため、卸小売り、宿泊・飲食を対象にした生産性現場改善ワークショップ、および国の IT 導入補助金を活用したクラウドサービス等の IT 導入支援による業務効率化の推進、新たなサービスの創出等、 イノベーションの創出に必要となる組織づくりのための知識や技法を習得する学びの場の提供などに取り組んでいるところでございます。こうした取り組みの結果、現場改善ワークショップの取り組みを民間団体の自主事業として実施することで、県全体への波及の見込みが立ったことや、平成29年度からの3年間で、国の IT 導入補助金を活用し、1885社で IT 導入が進み、 集積、蓄積されたデータを活用した取り組みが進みつつあることなどの成果が現れてきたところでございます。今後とも付加価値の高いデジタル産業の集積促進や、第三次産業の生産性向上に取り組むことにより、本県経済の活性化とともに、定住人口や交流人口の増加につなげてまいります。次に、新たな観光推進体制における取り組みについてでございます。 本県におきましては、各種の観光振興施策を実施してきたことによって、総観光客数および観光消費額は平成24年から6年連続で過去最高を更新するなど、観光産業は成長を続けてきたところでございます。一方で、本県の観光は2つの世界遺産など、一部の観光資源に支えられた構造であること、 立ち寄り型の日帰り観光が多く、宿泊へのシフトが進んでいないことなどにより、観光振興による経済効果を県内全体に波及できていないといった現状であると認識しております。こうした状況を踏まえ、本県の観光産業が成長路線に乗っている今こそ、 2020年の東京オリンピック・パラリンピックの後に高まると見込まれる国内外の旅行需要を、瀬戸内広島デスニネーションキャンペーン等も活用しながら、確実に捉えるとともに、2025年の大阪・関西万博といった好機を生かしていくことが重要であると考えております。 このため、これまで県と一般社団法人広島県観光連盟で、それぞれ実施していた県域の観光施策を、これまで以上に効果的に実施する必要があることから、観光連盟において、精度の高いマーケティングに基づいて、一元的かつ総合的に実施するよう、観光推進体制を見直すこととし、 本年4月から指導でできるるよう準備を進めていいところでございます新たな観光推進体制におきましては、県と観光連盟が同一事務所で業務を行うことで、コミュニケーションを密にするとともに、県が基本計画に基づいた方向性を示し、観光連盟はその方向性に沿った施策を適切に実施することとしております。 さらに県内各地の観光地へ、これまで以上に出向いて状況を把握することで、市長や観光協会をはじめ、観光関連事業者等との連携をさらに深め、観光客のニーズに合った観光プロダクトの開発等を行ってまいります。県といたしましては、観光連盟とともに地域の特色を生かした魅力的な観光プロダクトの開発。 プロダクト等の観光資源に関する情報を確実に観光客に届けるため、デジタルマーケティング等を活用した効果的なプロモーション、満足度向上につながる受け入れ環境整備などの取り組みを、精度の高いマーケティングに基づいて実施することで、観光消費額の増大を図り、観光産業のさらなる発展につなげてまいります。次に、剣道強靭化対策についてのご質問でございます。 近年、頻発する集中豪雨などにより、各地で災害が発生しており、県民の皆様の安全・安心の確保のため、県土の強靭化を進めることは極めて重要であると認識しております。このため、社会資本未来プランにおきましては、土砂災害防止対策を含む防災・減災対策を充実・強化する事業を最も高い優先順位に位置づけ、 計画的に推進するとともに、国の防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策を積極的に活用するなど、防災・減災対策の加速を図っているところでございます。また、プランを推進するために策定いたしました各種事業別整備計画におきましては、計画期間における投資予定額を明確に示すとともに、 安全安心の確保につながる道路事業の緊急輸送道路の橋り耐震化率、河川事業の洪水高潮防護達成人口率、砂防事業の土砂災害から保全される家屋数などの具体的な成果目標を掲げ、防災・減災に資する社会資本整備を強力に推進しております。一方で、インフラ整備には一定の期間を要することや、 施設整備の前提となる計画規模を超えるような災害が起こる可能性もあることを踏まえ、ハード・ソフトが一体となった取り組みを進めることが重要でございます。このため、県管理河川や土砂災害対策が必要な区域におきまして、現況の災害リスクを総点検し、より効果的な事前防災を進めるための実施方針を検討しているところであり、 今後策定する新たな社会資本未来プランにおきまして、この実施方針を踏まえるとともに、併せて策定する各種事業別整備計画におきまして、成果目標および投資予定額を明確にした上で、計画的に事業を推進してまいります。引き続き、計画の推進に必要な財源を確保するため、国の3カ年緊急対策の令和3年度以降の措置等につきまして、 国に対し働きかけるとともに、防災・減災対策の充実強化を図り、県民の皆様が安全安心に暮らすことができるよう、県土の強靭化に全力で取り組んでまいります。<coughs> 次に、若い世代の転出についてでございます。本県では、平成22年に策定した広島未来チャレンジビジョンにおいて、 人口減少、少子高齢化を最も重要な課題の一つと位置づけ、新たな経済成長、人づくり、安心な暮らしづくり、豊かな地域づくりの4つの分野の政策を相互に連関させ、相乗効果をもたらしながら、好循環する流れを作り出し、人口減少の抑制と地域経済の発展を目指してまいりました。しかしながら、直近の本家人口の社会動態につきましては、 日本人の転出超過が約5000人そのうち約6割が就職を理由とする20歳から24歳までの若者でございますこうした若者の減少により経済規模の縮小や地域の活力が失われることが懸念されることから本県の持続的な発展に向けて若者の転入促進と転出抑制の両面からの取り組みを進めることが必要であると考えております 大学生をはじめとする若者の就職時における転出超過の主な要因といたしましては、大都市圏に集中する大手企業の地方への採用活動の拡大や、大学生の大手企業志向の高まり等が考えられ、とりわけ近年の学生優位の売り手市場の環境において、その流れが大きくなっているものと認識しております。このため、その改善に向けた基本的な取り組みといたしましては、 県内企業に関する情報発信を強化して、就職先としての県内企業の魅力をしっかりとアピールするとともに、個別の企業との就職マッチングの機会を増やすなど、県内企業への興味関心を広く喚起していく必要があると考えております。こうしたことから、本県におきましては、UIJ ターンによる転入促進に向け、平成24年度から、本県からの進学者が多く在籍する 関東・関西圏の大学と就職支援協定を結び、県外大学生に対して、県内企業の魅力発信や、就職マッチング機会の提供などに取り組んできており、協定大学等からの実績報告に基づく UIJ ターン就職者数の推計では、平成26年度に比べ、平成30年度は700人増加するなど、一定の成果を挙げているものと考えております。 一方で、県外への転出も増加しており、さらなる改善のためには、UIJ ターン就職の取り組みに加え、増加している県外への転出に対して、県内で就学している大学生を対象とした、県内就職の促進にも取り組む必要があると考えております。このため、平成29年度からは、県内大学における県内の業界研究イベントや、経営者との交流会、 企業見学会など、地元の企業を知る取り組みや、インターンシップの促進により、県内大学生の県内就職の促進を図ってまいりました。今後は大学進学前などの早い段階から、地元企業の魅力や、中小企業ならではのやりがいなどを知ってもらう機会の拡充、具体的には、高校においては出前講座、大学においては授業への組み込みなどにより、 県内の高校や大学との連携をさらに強化して、県内での就職を積極的に推進してまいります。他方で若者が好むさまざまな都市機能や生活環境、さらに若者に訴求するブランド力の高い企業が、東京圏に集積していることは否めないところでございます。このため、生活環境などにつきましては、都市と自然の近接など、広島ならではのライフスタイルの魅力を高め、 訴求すすすするるるこことでこううしした価値に共感する人々を誘引するよう努力してままいりますその一方で、東京圏に多くの企業が過度に集中していることは、日本社会全体の構造的な課題でございます。直近の国の社会動態の報告におきましても、東京圏の1都3県への転入超過は、昨年に比べ約1万人増加し、14万5千人を超える規模となるなど、 東京一極集中は拡大が継続しており、今回は愛知県も転出超過に転じるなど、39道府県が転出超過となっております。この課題の是正に向けましては、国と地方が一体となって取り組まなければならないため、国に対しても抜本的な対策を講じるよう働きかけを行ってまいります。現在策定を進めております次期総合計画におきましても、 人口減少問題を引き続き重要課題と位置づけ、若い世代から広島県に住みたい、住み続けたいと思ってもらえるよう、魅力ある働く場の創出、子育てしやすい環境の整備、東京圏等から本県への人の流れの創出など、若い世代の定着につながるさまざまな施策を積極的に検討してまいります。その他のご質問につきましては、担当説明に員より答弁させていただきます。 商工労働局長。佐伯康君。え、私からは三点についてお答えいたします。え、まずものづくり産業の育成についてでございます。え、本件では未来チャレンジビジョンに基づき。 新たな経済成長を実現するため、本県が誇るものづくり産業の集積に取り組んでおります。中でも市場の成長や拡大が見込まれ、ものづくり技術の強みを生かした医療関連産業、環境浄化産業、航空機産業、感性を生かしたものづくりの育成に重点的に取り組んでまいりました。医療関連産業につきましては、開発から製品化までに相当期間を要すること、 また、域外からの企業誘致が進まないなどの課題があったものの、医療機器等の開発支援を中心に取り組み、県内企業のビジネス拡大という面では一定の成果を上げつつあります。環境産業、環境浄化産業につきましては、企業の海外進出を中心に支援を行い、国内外の売り上げが順調に伸びているところでございます。航空機産業につきましては 業界特有の参入障壁の高さなどの課題があるものの、アドバイザーを活用したビジネスマッチングや、認証取得等を支援することによりまして、航空機産業への新規参入や事業の拡大につながるとともに、部品の一貫生産体制の構築に向けた活動が活発化しております。完成工学を活用したものづくりの活性化につきましては、 県内企業への幅広,い普及幅広く普及させていくには、時間がかかるものの、人材育成講座の開催や、専門家による製品開発支援などにより、完成工学を活用した製品製造につながるなどの好事例が徐々に現れており、県内企業の機運も醸成されてきております。しかしながら、各産業において成長の目は見られるものの、 成長の初期段階にとどまっている分野や、目標を下回っている分野など、全体として本県経済を力強く支える基幹的な産業の出現までには、まだ時間を要するものと考えておりますが、超高齢化社会における健康志向の高まりや、持続可能な開発目標、SDGs 達成に向けた国際的なニーズの向上、旅客需要の増加を背景とした、 世界の民間航空機市場の拡大グローバル化の進展による新たな付加価値の重要性の高まりなど県経済を支える産業に発展する可能性を有していることから成長産業育成の加速に取り組んでいく必要があると考えております今後ともものづくり圏として培いました技術や人材等の強みを活かし新たな成長分野への進出や市場の開拓を実現できるよう イノベーションを通じたものづくり産業の高度化を目指し、県内中小企業の新たな挑戦を後押しする取り組みを推し進めるなど、成長支援に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。次に広島県観光ブラッシュアップについてでございます。本県では、厳島神社と原爆ドームの2つの世界遺産を有し、こうした地域等におきましては、毎年多くの観光客でにぎわっておりますが、 観光振興の効果が県内全域へ十分波及しておらず、周遊や宿泊につながってないことが課題であると考えております。こうしたことから、市長や観光事業者などと連携し、神楽と地域の職を組み合わせた外国人観光客向けのツアーの開発や、歴史ある古民家の宿泊施設へのリニューアルなどの新たな観光プロダクトの開発を進めてきたところでございます。来年度におきましては、 インバウンドに精通したマーケティングの専門家を活用し、これまで開発してきた観光プロダクトのブラッシュアップを図っていくとともに、各地域ならではの観光資源の魅力を高めるための体験プログラムのさらなる充実などに取り組んでまいりたいと考えております。また、これまでこうした観光地へ足を運んでいただくために、市長や観光事業者などと連携して、 地域のバスターミナルなどの交通拠点と観光農園を結ぶ二次交通の充実に向けた取り組み、観光地トイレの様式化といった受け入れ環境の充実などに取り組んできたところでございます。来年度におきましても引き続きこうした取り組みを継続することとしており、具体的には三段峡などの自然公園内にあるトイレの様式化、外国人観光客の利便性向上に向けた無料 Wi-Fi の利用エリア拡大、 観光地までの交通アクセス充実などに取り組み、観光地の質の向上を、質を向上させ、観光客の満足度向上を目指してまいりたいと考えております。今後ともこうした取り組みを一体的に推進していくとと,ともに、県内各地の魅力ある観光資源について、ウェブサイトや SNS 等による効果的な情報発信を行うことなどにより、国内外から観光客を県内全域への 周囲に結びつけ交流人口を拡大しててまいりりたいと考えております次に、平和を切り口とした入り込み観光客の取り組みについてでございます。広島は人類史上初の原,爆原子爆弾による破壊を経験し、その廃墟から復興を成し遂げた平和と希望の象徴として、世界的な知名度を有しております。平成30年度の平和記念資料館の入館者数は、 152万人を数え、このうち外国人は約44万人となっており、令和元年度の入館者数も、昨年4月の本館リニューアルオープンを踏まえますと、入館者数は順調に増加しているものと考えております。また、広島市においては、平成30年度から市民、行政、関係機関が一体となり、平和関連施設等を円滑に周遊するための環境を整備し、 来訪者とと市民が平和への思いいいを共有すするるピースースツリズムに取り組ままれているところでございます県といたしましても、平和記念資料館や原爆ドーム等を目的に広島を訪れた方、あるいはユニタール広島事務所が開催する研修会やシンポジウムに参加された方にも、県内の多様な魅力を体験していただけるよう、周囲につながるプロダクト開発や、 情報発信に取り組むことによりまして、本県経済の発展と地域の活性化につなげてまいりたいと考えております農林水産局長、上中隆政君。 定住人口の促進に向けた農業施策についいてお答えいたします本県では第2期農林水産業アクションプログラムに基づき、担い手が将来の生活設計を描ける経営を確立し、農業が中山間地域などにおける産業の核となるよう、経力の高い担い手の育成や、自主資産ニ,ニーズに応じた園芸作物の振興を進めているところでございます。これまで 有給農地や水田を活用した農業団地の整備を進めるとともに担い手に対して経営発展段階に応じた専門家派遣などの支援を充実することにより従業員の確保を進めながら生産拡大を行う本県農業の次世代を担うモデル形態が育成されてきておりますしかしながらこうしたモデルを県内全域に波及していくためには生産性の高い有料農地の確保や 従業員ななななどどののの人材育成効率的な生産基盤の確立などの課題解決が必要となっておりますこのため、県といたしましては、規模拡大を目指す担い手に対し、経営計画の策定と実行力の向上、規模を縮小する農業者の経営基盤を円滑に継承する仕組みの構築、雇用者のキャリア形成のための人事制度の導入など、 組織体制の構築とマネジメント力向上の支援を強化することで、家族経営から企業経営への転換を進めてまいります。また、ロボットやドローン、高度な環境制御技術など、スマート農業の導入を進めるとともに、こうした先進技術を積極的に活用するための生産基盤の整備を行うなど、生産性を高めて収益性の向上を図ってまいります。こうした取り組みを進め、 経営力の高い企業形態が形成され、農業が魅力ある職業として多くの若者に認知されることにより、中山間地域における就業者の増大や定住促進を図り、持続可能な中山間地域の実現につなげてまいります。 土木建築局長斉藤博之君人流や物流のためのインフラ整備についてお答えいたします本県における道路ネットワークの整備につきましては 広島市や福山市の中枢拠点性の強化、広島空港や広島港、福山港のグローバルゲートウェイ機能の強化、都市、中山間、地域間の交流、連携の推進という観点から、井桁町の高速道路ネットワークを基軸とし、これを補完して地域間を連携する広域道路の整備を進めるとともに、都市部においては高速道路ネットワークと連携する 放射・環状上の自動車専用道路ななどをを整備すすることと基本的な考え方として取りり組んでおりますその考え方のもと、道路整備計画2016において、広域的な交流・連携基盤の強化や、持続可能な街づくりに資する道路整備などの施策などを施策の柱として掲げ、物流拠点や産業集積地をつなぐ広域交通ネットワークの強化や、 良好なな環境を創出すするるための渋滞対策などに取り組んででいいところでございます広島都市圏においては、高速性、定位性を強化し、広島港や広島空港などへのアクセス強化に資する広島高速道路や東広島空きバイパスなどの整備を、また福山都市圏においては、福山港などへのアクセス強化や主要渋滞箇所の解消に資する福山道路や福山西環状線などの整備を推進しております。 引き続き人流・物流を支える交通基盤の強化を図るため、広島高速5号線や、広島高速道路の環状化に資する広島高速あ、失礼しました、高速2号線と5号線の連結路、広島南道路の明神広角間などの整,どの整備を計画的かつ着実に進めるとともに、広島高速4号線の山陽自動車道への延伸や、広島南道路や福山道路の未事業化区間などの整備に向け、 国をはじめとする関係機関と連携し、取り組んでまいります。健康福祉局長、田中豪君。 2点についてお答え申し上げます。まずは医療提供体制の充実についてでございます。広島未来チャレンジビジョンの医療分野における主な取り組みと成果につきましては、超高齢社会の振興に対応するため、平成28年に広島県地域医療構想を策定し、各二次保健医療圏あ各二次保健医療関に設置した地域医療構想調整会議において、 医療機能の分化や連携などに関してて議論を進めいいるところでございます具体的には、広島保健医療圏の北部地域において、広島市立朝市民病院を中心とした4つの公立・公的医療機関の再編、連携計画を取り,取りまとめ、地域完結型医療の講事例として、厚生労働省からも評価を得るなど、着実に成果が生まれております。 次に、医師の地域偏在につきましては、地域医療支援センターによる県外医師の招聘とともに、自治医科大学のほか、広島大学や岡山大学と連携した地域枠の卒業医師を中山間地域に配置するなどにより、偏在の是正に取り組んでいるところでございます。また、ご指摘のあった産婦人科と小児科の医師の確保につきましては、今年度、産科小児科における医師確保計画を新たに策定し、 診療科選択を動機づける制度の導入や、各医療圏の医療機関ごとの役割を踏まえた、周産期母子医療センター等の工事医療施設の重点化の検討など、さらなる周産期、小児医療の、小児の医療提供体制の充実に取り組んでいくこととしております。これらの取り組みにより、広島未来チャレンジビジョンに掲げる、県内どこに住んでいても医療サービスを受けることができ、 子どもを希望する人が安心して妊娠、出産し、育てられる環境の実現に努めてまいります。次に、出生率の向上に向けた若者に対する支援についてでございます。少子化の主要,主要因である未婚化につきましては、内閣府の調査によると、独身でいる理由として、適当な相手に巡り合わない、自由や気楽さを失いたくない、 結婚資金が足りないの3項目が上位を占め、県の独自調査でも同様の結果が出ているところでございます。これを受けまして、結婚相手の問題や自由気楽さといった意識につきましては、平成27年度から、こいのわプロジェクトにより、出会いの場の創出と結婚に対する機運情勢に注力をしており、これまでの取り組みにより、出会いサポートセンターの会員数は1万5000人を超え、 企業や団体と連携したイベントも増加するなど、取り組みへの理解も進んだ結果、成婚報告は累計で400組を超えるに至りました。また、経済的問題に関しましては、若者の経済的自立等に向け、広島仕事会におけるキャリアコンサルティングを通じたきめ細やかな就業支援のほか、県営住宅における新婚世帯の入居を優遇する住環境整備など、 なな取り組みを全庁一体ととっって行って行きたところでございますご指摘の結婚や出産を契機とした奨学金返済補助を含む経済支援につきましては、若者が抱える経済的課題の要因がさまざまであり、その公平性、合理性を慎重に検討する必要があること、仮に現在の奨学金受給者割合や平均借入総額のほか、 年間,結年間婚姻数や平均初婚年齢などを踏まえまして試算しますと、1人当たりの補助金は約180万円、対象が約六千人、年間約6000人となり,ますなりますことから、膨大な経費が必要となるなどの課題があるものと考えております。今後はこれまでの取り組みで育成したおせっかいを担うボランティアのほか、企業や民間団体ともより一層連携を深め、 安心感のある出会いの場を創出するとともに、多様な価値観を持つ若者が抱える課題やニーズを把握しながら、その一歩を後押しし、結婚の希望を叶えてまいります。 この際、暫時休憩いたします。午後の会議は1時から開きます。